こんにちは、アクアショップわさび水草チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回は2019年9月24日の新入荷情報と水草レイアウト水槽のワンポイント解説をしたいと思います。はい、今回はレイアウト素材から先にご紹介したいと思います。今週新入荷いたしましたレイアウト素材の中から ADA の本ウッドをピックアップいたしました。で、わさび水草チャンネルでは、ただの入荷情報ではなくてですね、皆様がね、レイアウトを作る際のご参考になっていただければと思いまして、今回はですね、実際にこう、配置のところからね、順番にお見せしたいと思います。で、水槽サイズなんですけども、今までですね、60センチ水槽で、仮置きとかね、そのワンポイント解説を行ってたんですけど、見ていただいてね、YouTube 見ていただいてる方から、45センチでもやってほしいっていうお声が多々ありましたので、今回はね、45センチ、奥行き27センチ、高さ30センチの、水槽を使って、本ウッドを配置していきたいと思います。45センチ水槽の場合ですね、やっぱり60センチ水槽に比べますと、やっぱ二回りぐらいね、小さい印象というか、まあ実際にですね、まあ植栽面積も小さいですし、水槽自体もやっぱり小さいということで、やっぱ構図の工夫っていうところがちょっと必要になるかなと思います。で、例えばですね、まあ一番人気のね、あるオーソドックスなレイアウトで言うと、オツ型レイアウトですね。まあ両サイドにこう茂みを作って、真ん中に空間を開けるっていうレイアウトなんですけども、これを45センチで作っちゃうと、ちょっとですね、こう、苦しい感じというか、まあ窮屈な感じがするので、割と45センチの場合ですね、三角構図を、まあ、採用いただくと、結構広々としたね、ダイナミックな水系が作れるので、今回はですね、三角構図で、レイアウトを、素材、ホームウッドを配置していきたいと思います。まあこういった形ですね。まあここにトップを持ってくる感じで、こんな感じで、水草の茂みを三角に作って、こちらを空間をですね、開けるっていうレイアウトパターンになります。ではですね、実際に、配置してみたいと思います。まずですね、サイズ的にはですね、まあ、こんな感じの、まあ、ちょっと入れてみましょうか。そうですね、これぐらいのサイズがやっぱり一番使いやすいですね、45センチの場合。サイズにして、そうですね、ちょっと測ってみましょうか。そうですね、やっぱり24センチぐらいですかね、ぐらいの個体なんですけども、まあサイズで言うと、まあ M かなって感じですね。M のまあ小さめとか S サイズの大きめぐらいなんですけども、これぐらいのものをちょっと組み合わせて使いたいと思います。で、今回ですね、ちょっと複雑なレイアウトすると、初心者の方とかね、結構非常に難しいので、3つ、ほんと3つだけで組んでみたいと思います。ですと、かなりシンプルなんですけども、簡単に組めて見栄えもするので、ちょっとね、やってみたいと思います。こんな感じです。まず1個目を配置します。で、こちらですね。まあ、これもこんなぐらいのサイズなんですけど、まあ、同じような、似たような個体ですね。こんな感じですね。ちょっとね、後でバランス取るんですけど、でやっぱり三角コースなので、このレイアウト素材もやっぱ三角ですね。三角にこう、並ぶように配置するといいですね。で、あと後ろもですね、水草植える場合ですね、しっかりとこう、空間をですね、まあ、開けておくっていうのは重要ですね。まあ、非常にシンプルですね。ちょっと微調整っていったところがあれなんですけど、こんな感じですかね。まあ、簡単ですよね。もう一瞬で、完成したって感じで。まあ、例えばね、こっちにこう枝出してもいいんですけど、今回はですね、やっぱりシンプルにいって、本当に構造をね、極力こう手数かけずに、簡単に45センチができるっていうコンセプトでちょっと作ってみたので、今回はね、複雑なことをせずに、あえて、もう本当にこう、レイアウト素材を三角に組むっていうだけで、終えています。まあ、ここでね、終わってもいいんですけども、ちょっとね、ワンポイントで、例えばですね、石をですね、流木の前に並べると非常にこう、一気に自然感というかディテールが出せるので、ちょっと置いてみたいと思います。で、今回使う石なんですけども、こちらですね。まあ、上畑さんの、プチアクアシリーズの、生化石ってやつですね。まあ、これま、ね、以前もね、ちょっとよくわさび水草チャンネルでご紹介したこともあるんですけど、非常にこう、使いやすいサイズで、45センチ以下の特にね、小さいレイアウトの場合、レイアウト
サイズの場合はですね、とても便利で、こういうね、まあ ADA で言うとね、あの、この竜王石に似たようなね、あの、質感というか、こういう明るいグレーのね、あの、質感も結構良くて、あの、とても使いやすいですね。感じでですね。まあ、あの、流木の前に、適当っていうかね、まあ、こうバランスよく、配置していくだけで、とてもこうね、自然感が出せるんで、まあ、流木だけで行ってもいいんですけども、やっぱちょっとね、石があることによってね、ちょっと、さらに、レイアウトが良くなるかなとは思います。な感じですかね。まあ本当はですね、もっと石の配置とかも細かくちょっとやった方がいいんですけど、今回はですね、まあ簡単に並べてみました。そうですね、まあ、こんな感じですかね。で、あとはですね、まあ、水草の植栽のイメージとしては、ここですね、こんな感じで、こう斜めに有形層をですね、後ろに茂らして、前景のこの前のところは、例えばね、グロストスティグマ、まあ、ニューラージパールグラス、キューバパールグラスとか、ショートヘアグラスでもいいんですけど、まあ、ニューラージとかがいいかもしれないですね。ちょっと石はね、低い位置なんで、あんまり、高さが出ないような前景層がいいかなと思います。で、このあたりにですね、ミクロソリウムのトライデントとか入れてもいいですし、あとはですね、流木にモスをね、あらかじめ巻いといてもらってもいいですし、ね、非常に3つだけで組んでるので、とてもね、シンプルで、やりやすいかなと思います。こんな感じですね。ほんと、非常におすすめです。あと、レイアウト素材についてなんですけども、まあね、お住まいのお近くに ADA 特約店とかがない場合はですね、なかなか入手がね、まあ同じ流木というのは難しいと思いますので、ちょっとね、ネットの方で調べてみまして、ちょっと似たようなね、ちょっと全く一緒っていうわけにはいかないと思うんですけども、似たようなまあサイズ感であったり質感であったりというものをちょっと見つけたので、下のね、解説欄のところに参考の、リンク貼っておきましたので、まあそちらの方をね、一度チェックいただければと思います。あと、こちらのね、まあ、生化石ですね。こちらの方もね、リンク貼っときましたので、詳しく知りたい方はぜひチェックいただければと思います。次に、今週入荷分の水草をご紹介したいと思います。今回はですね、アヌビアスをちょっとピックアップしてみました。で、こちらがですね、アヌビアスのプチですね。まあ、小さい方ですね。で、こちらがアヌビアスの7、普通の方のサイズですね。まあ、見ての、通りですね、非常にこう、サイズ差がありまして、まあ、特にですね、こちらアヌビアスのプチは、非常にレイアウトで使いやすくて、まあ、もちろんですね、このサイズからすると、まあ、小型水槽にもマッチしますし、大型水槽にでもですね、本当に、こう、数をね、つけていただければ、ディテールっていうところも出せますし、とても使いやすいですね。で、レイアウトの中でもとても馴染みやすいです。なのでこれは万能型ですね。で、一方こちらのアヌビアス7、普通のサイズですね。こちら見比べてもらうと非常に大きいんですけども、まあ、使い方としてはちょっと60センチ水槽とかだと強すぎるので、まあ、例えばですね90センチとか120センチ、180センチといったね、大型水槽で使うととてもバランスがいいと思います。で、やっぱりこうね、ワイルド感というかね、出せる水草なんですけども、使い方間違っちゃうと、ちょっと非常にこの硬質でね、この硬い葉っぱの印象が強くて、目線がアヌビアスも引きつけられてしまうので、例えばですね、両サイドとかに配置すると非常にこう、バランスがいいかなと思います。まあ、照明もですね、あんまり当てすぎると苔がね、出てしまう心配があるので、両サイドでしたらね、照明の、照度といったところも低くなるので、苔も出にくくて、非常にこう、まあ、バランス的にもいいかなと思います。で、実際ですね、アヌビアスプッチを、まあ、先ほどね、作った45センチのレイアウトに、ちょっと仮置きですね、ちょっとしてみましょう。こんな感じで、先ほどのレイアウトですね。中に入れてみましょう。通常はですね、流木に直接、まあ、アヌビアスっていったところをくくった方がいいんですけども、今回ちょっとね、ポットのまま、ちょっとどんな感じかっていうのを配置しただけなんですけども、まあ、流木に直接くくる方法もありますし、あるいはですね、小さな石とかに、アヌビアスをあらかじめくくりつけておいて、その状態で流木の上に置くっていうのも、非常にやりやすいですね。まあ、その場合でしたら、石についているので、まあ、ちょっとね、根がね、流木につく場合もあるんですけど、移動が、非常にやりやすくなるので、後からちょっとね、バランス取ったりするのもやりやすいかなと思います。
まあ、こんな感じでアヌビアスプチは非常にねサイズ感もぴったりかなと思います。はい、こちらのアヌビアスについてなんですけども、一応ですねこちらの方もですね詳しくお知りになりたいという方はあの動画のですね下の、解説欄のところに、リンクを貼っておきましたので、そちらの方でですねアヌビアスプチ、アヌビアス7両方ですね詳細情報をご確認いただければと思います。ぜひご覧ください。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、このような感じでですね、毎回毎週ですね、新入荷情報と、プラスワンポイント解説っていう形で今後も行っていきたいと思いますので、もしですね、ワンポイント解説のところでですね、まあ何か知りたいこととかね、ちょっとアドバイス欲しいなって思ったことがね、ございましたら、またね、コメント欄の方に書いていただければ、重複するね、リクエストに関しましては、採用させていただいて、また動画をね、作りたいと思いますのでね、まあ、ぜひね、そのあたりも、どしどしリクエストいただければと思います。では、今回はこれで終わりたいと思います。またですね、またわさび水草チャンネルの方ね、気に入っていただけたってことがございましたら、チャンネル登録いただければ嬉しく思います。また、いいねマークの方もね、応援がてらをしていただければ大変嬉しいです。では、次週また、新入荷情報をお伝えしたいと思います。ありがとうございました。